こんにちは。群馬県玉村町でウクレレ好きの立ち寄り所道草屋をしていますキャナです。いよいよ15日になりまして、2月は28日なのでね、折り返し地点に入りました。あと半月ですけどお付き合いください。それでは本日のリクエストなんですが、個人レッスンにいらしている K さんからで、ペギー葉山さんの南国土佐を後にしてです。リクエストをいただいた理由です。学生の頃京都へ修学旅行に行った時、友人たちと当時流行っていた歌声喫茶へ繰り出しました。南国土佐を後にしてを歌ってと言われ、歌ってると何やら会場がざわざわし始めたので、入り口の方を見るとペギー葉山さんがいるではないですか。すごいですね。その時一緒に歌っていただいたのは大切な思い出です。ということでですね、すごいですね、ご本人と一緒に歌ったことがあるんですね。はい、そんなペギー葉山さんの南国土佐を後にしてこの後お楽しみいただくんですが、せっかくこう何日かかけてこうね、こういろんな曲をやっているので、ウクレレも変えてみようかなと思って、実はこの何日かいろんなウクレレを使ってみていました。今日はアウトドアウクレレさんのテナーウクレレを使ってみようと思います。ロージー貼ってあるのでね、普段私ロージーを使わないのでね、ロージーが生かしきれないっちゃ生かしきれないんですけど、はい、まあウクレレが変わればなんとなくイメージも変わるかなと思いますので、お楽しみください。ペギー葉山さんの南国土佐を後にしてです。